こんにちは。こんにちは。ミュージアムアークの富田です。ミュージアムアークの稲村です。今回はミュージアムアークの別注を使ったコーディネートを紹介したいと思います。まず紹介したい別注なんですけれども、バブアーのビッグビデール、マウトリーコンテーラーのエクワックス、そして GH バスのレンジャーモック、こちらの3アイテムを使ってコーディネートを紹介していきたいと思います。ちょっといきなりなんですけど、はい、稲村さんって今いくつなんですか？はい、僕は今年25歳になります。あ、富田さんはおいくつですか？僕はなんと39で、はい、結構いい年なんですよ。あ、はいはい、俗に言うアラフォーですよね。はい、まあそんな20代とアラフォーの僕で、世代別で別注を使ってコーディネートを紹介したいと思います。じゃあ早速稲村さんからいきますか。はい、お願いします。最初は何ですか？ビッグビデール。そうですね、バブアーの別注ビッグビデールになります。何を着てるかざっと紹介してもらっていいですか？はい、アウターがバブアーの別注ビッグビデール、インナーがシャツがラルフローレンのシャツで、はい、ベストがエンジニアードガーメンツのベストになります。うん、でパンツがスタジオニコルソンの定番のボリュームパンツ、うん、大人気ですね。はい、でシューズが、これも別注の GH バスのシューズになります。ああ、GH バスを早速取り入れてるわけですね。はい、バブはどうですか、着てみて。やっぱりビッグっていうだけあって大きいので中に何でも着込めるというか、うん、インナー次第で3シーズン着れるようなアイテムになってるのかなっていうふうには思います。ああ、確かに。はい、山田さん、身長、体重、着てるサイズ教えてもらっていいですか？はい、身長が173センチの体重が61キロなんですけど、サイズ今44起きてます。はい、44でも結構ゆとりあるので、僕ぐらいの身長の方とかは全然44で、あのオーバーサイズで着ていただけると思います。結構誰でも着れちゃうという。サイズ選びのポイントは袖の長さで合わせればいいですかね？そうですね、袖の長さで合わせていただくといいと思います。42でも多分着れると思うんですけど、袖が若干短くなったりするので、ね、袖の長さでサイズ選びしていただければいいかなと思います。バブアーといえばそのトラットな感じの合わせが定番なのかなと思ったので、まあ、その部分は取り入れつつ全体的に今風なオーバーシルエット、ビッグシルエットで合わせてみました。クラシックな感じがありつつ今っぽいオーバーサイズ。そうですね。あ、はい、さすが20代。ありがとうございます。結構大人っぽくまとまってますね。ちょっと25歳にもなったので意識してみました。なるほど。はい、僕のコーディネートは以上なんですけど、富田さんの、はい、コーディネートのポイントをお願いします。あ、僕のターンですね。はい、僕は、ビッグビデール、これネイビーですね。結構暗めのネイビーで、黒とちょっと近いんですけど、まあ、襟って見ていただくとちょっとトーンが違って、カジュアルにもちょっとビジネスみたいなシーンでも着れるような色味になってます。僕は身長が170センチで体重が58キロで42を着てます。一番ちっちゃいサイズなんですけど、全然ゆとりがあるというか、まだまだたくさん中に込めるかなという感じです。インナーの方がなんとこれも別注のバトナー、はい、そしてさらに中のインナーが別注のインディビジュアライズドシャツになってます。シャツの方はすでに販売されて、そうですね、で、はい、バトナーは明日、明日11月5日から発売になります。めちゃめちゃ気持ちいいですね。カシミヤフォックス、高級素材を使ってるんですけど、バブアーの中に着てカシミヤフォックスのインナーなんでめちゃめちゃあったかいですね。うん、パンツはオーベットのスラックス、太めのスラックスにしてみました。で、足元はやっぱ GH バスですね。それも別注、ね、これも別注です。はい、はい、まあ、なんか何でも合うシューズだなという感じです。コーディネートのポイントはちょっとやっぱり稲村さんとやっぱ同じお店にいるだけあって気が合ってるというかやっぱバブアーといえばクラシックな雰囲気なので、基本的にニット、シャツ、スラックスで上品なアイテム合わせをしてみました。なんでカジュアルに行ってもいいんですが、ちょっと綺麗めにも着れる名作別注ですね。僕のコーディネートの紹介は以上です。あれ、稲村さん、その着方なんですか？別注バブアーなんですけど、いろんな着方ができるので襟を立てて留めてます。へー、はい、そうするとなんかあったかそうですよね。そうですね、首まで守られているので、うん、冬場でも着れるような感じになると思います。しかも襟の内側がコーデュロイだから、ちょうど暖かいですよね。はい、かなり暖かいです。
ナイスな着方ですね。ありがとうございます。そういう裏技持ってたんですね。そうですね、はい。じゃあ、バブアのコーディネートは以上になります。続いてマウトリーコンテーラーのエクワックスジャケットの紹介に移らせていただきます。はい、続いてはマウトリーコンテーラーのエクワックスジャケットを紹介します。こちらはマウトリーコンテーラーが作るエクワックスですね。得意とするシーチェンジっていう完全防水透湿生地を使ったエクワックスジャケットなんですけれども、通常はロング丈しか展開がないんですが、今回特別に別注としてショート丈を作っていただきました。でこのジャケットのやっぱ特徴としては、なんとマウトリーコンテーラーでも大人気のそちらのフリース、リーコンハイロフトフーディーっていうんですけれども、こちらを内側にジップインジップで装着ができる1枚になっています、うん。まあ、装着していただくと、もうエクワックスレベル7っていうミリタリーの基準があるんですが、それをはるかに超える保温性と機能性を兼ね揃える形となります。めちゃめちゃやばい別注ですね、はい、どこでもいけちゃいますよね、これあったら。そうですね、うん、じゃあ早速コーディネートの紹介をしていただいていいですか。はい、ジャケットがまずご説明のあった別注のマウトのジャケット、同じくマウトのネクウォーマーを合わせて、インナーとパンツは若者コーデかどうかちょっと分かんないんですけど、個人的に好きなブランドのテアトラというブランドのニットと、あと定番のウォレットパンツのリゾートという形を合わせてテック系で合わせました。でシューズは先ほどと同じ別注の GH バスのレザーシューズを合わせました。まあテック系コーデってすごい今人気ありますけど、まあ、楽だし便利だし、はい、抜けられなくなりますよね。そうですね、もちろん別注のもそうですし、うん、ニットもすごい軽いので、うん、すごい着やすいですし、パンツはテアトラのウォレットパンツ。そうですね、ウォレットパンツリゾートっていう一番人気のワイド。そうですね、ワイドテーパードですかね、の形を合わせまして、個人的にもかなり履いてる、2年ぐらい履いてるんですけど、うん、かなり丈夫ですごい愛用してます。なんかあんま変わらないですよね、僕も履いてますけど。そうですね、洗濯しても全然いけますしね、はい、いけますし、スタッフは自転車で事故っても無傷だったっていう伝説があるパンツですね。伝説のパンツなので、はい、じゃ続いて僕アラフォー富田のコーディネートを紹介していきます。オールブラックで被っちゃったんですけど、そうですね、はい、まあ、やっぱオールブラックが合うブランドかなってすごく思ってますマウトのエクワックスジャケット、こちらに、インナーはゴールドのスーパー140を使ったフリース、これがまあすごい好評なんですよね、うん、前に出たシリーズもあるんですが、それ買った方がまたリピートで購入される方が非常に多いトップスになります、はい、パンツはゴールドの M47 ミリタリーパンツですね。バックサテンの生地を使っていて、通年でこなしに取り入れられるカーゴパンツで、シューズはお約束の GH バスのスウェードになってます。あとベルト年替えもなく垂らしてみたんですがバックジャック、ニュージャーマークが別注しているこのコブラバックルのベルトになってます。あえて長めにした別注なんですけれども、皆さんのお好みでの長さで切っちゃって、ちょっとライターで炙っていただければ好きな長さにして使える一本になってます。コーディネートのポイントとしては、まあ、新旧のミリタリーを組み合わせたコーディネートになってます、まあ、こちらも最先端のエクワックスを進化させたマウトのジャケットなんですけれども、パンツはフレンチミリタリーですね、うん、ゴールドの真骨頂ミリタリーアイテムをフレンチミリタリーのクラシックなパンツと合わせて新旧ミリタリーの融合をさせたようなコーディネートにしてみました。インナーめちゃめちゃ暖かいので、まあ、これにシェルジャケットを羽織れば全然真冬でもいけちゃうかなっていう感じですね、うん。以上で僕のコーディネートの紹介は以上とさせていただきます、はい、あれ？なんすかまた気づいちゃいましたか。相当寒がりですね。そうですね、別注のジャケットマウトリーコンテラーってブランドなんですけども、小物も結構充実してまして、こちらの今手袋と、まあ、ネックウォーマーと、うんうん、あと今日ちょっとしてないんですけどマスクとかもあったりして、トータルコーディネートで組めるブランドにはなってます。フル装備でいけるんですね。そうですね、フードも、隠れてるので、襟からフードが出せるんですね。そうですね、出せる仕様になってるので、めちゃめちゃ寒いとこ行っても大丈夫そうですね。次行きますかじゃあ次行きましょう。続いては GH バスの別注を使ったコーディネートを紹介していきます。じゃあ早速20代代表いけます。はい、大丈夫です。お願いします。今回シューズで GH バスの別注を合わせていたんですけど、若者代表ということで今人気ブランドのニードルズのモヘアカーディガンと、あと同じくニードルズのブーツカットのパ
パンツを合わせました。秋冬の人気アイテムで、これ以外にも結構たくさん柄とかカラーとか出てるんですけど、ダイヤモンド柄っていうんですかね、を合わせてみました。でインナーはゴールドの CPO のチェックシャツ合わせて、まあ、ネイビー系で合わせました。やっぱりそのカーディガンが特徴的ですよね、はい、今季は無地のカラーも2色展開されてたんですけど、うん、やっぱりニードルズならではの柄とかたくさん出ているので、まだ結構在庫もご用意あるのでぜひ見てみてください。なんかシンプルなコーディネートに1点そういうニードルズの癖があるアイテム入れるとらしさが一気に出ますね。そうですね、はい、インナーのシャツもすごい人気ありますよね。そうですね、結構シャツなんですけど厚手なのでなんか1枚でも着れるようなアイテムになってます。結構厚手な寝るシャツ。そうですね、って感じですか、はい、チェックなのでインナーとかに入れておけばおしゃれに見えるかなっていう、はい、個人的な意見なんですけど、そんなアイテムです。じゃあ続いてアラフォーの僕が紹介するのは、やっぱりこの GH バスのレンジャーモック。 GH バスって結構もうローファーを作ったブランドではあるんですけれども、ローファーに続いて実は隠れた人気アイテムがこの名作と言われているのがレンジャーモックですね。で GH バスのレンジャーモックはもっとデッキシューズみたいなものが通常展開してるんですけれども、アークネッツの別注はこのソール、コマンドソールですね、ラグソールって言ってるコマンドソールなんですけど、このボリュームのあるソールをつけることによって一気に見え方が変わったカジュアルな表情に変わります。そして靴ひもが、デッキシューズって結構革ひもを使うことが多くて、で周りも革ひもを使うことがあるんですけれども、こちらはあえてコットンのひもですね、サイドもこちらもコットンのひもにすることでちょっとスニーカーライクな表情になっていく、ちょっとやぼったさが減ってスニーカーみたいな感じで履けるのが特徴です。でそしてなんといってもこの軽さ。そうですね、驚きですよね。すごい軽いです。革靴じゃないですね正直、はい、もう下手したらそういうスニーカーより軽いかも。そうですね、一回店頭に来られたお客様で試着されていて、はい、もう本当にスニーカーより軽いって驚かれてた方もいらっしゃったので、うん、それぐらい軽いです。このスウェードと表側はちょっとねファンがお好みで分かれますよね、はい、鉄板の表側とちょっとマットな顔になるスウェード、なんか馴染みいいのはスウェードで、足元で主張してくれるのがスムースなのかなって気はしますね。ちょっと長くなっちゃったんですけど、コーディネートですね。はい、お願いします。すいません、まあ、あのレンジャーモックといえばやっぱり中高生ぐらいの時にストリートファッションが流行った時にもこういった足元があって、うん、このアイテムはやっぱりアメトラっぽい、うん、アメカジっぽいアイテムとの合わせがおすすめで、こちらはザ・クラシックのハリントンジャケット、ドリズラージャケットって言ったり、スイングトップっていろんな名称があったりするんですけれども、まあ、襟立ててもかっこいいですよね、まあ、ゴルフ用に開発されたジャケットですね、うん、こちらにインナーはポロラルフローレンのビッグシリーズの、はい、オックスフォードで、インナーはゴールドのオフィシャブルウールのタートルネックを挟んでみました。冬っぽくちょっとしたいんでこのタートルはすごく重宝します、うん、でパンツはこれもまたゴールドのチノパン。これは何といってもチノパンとかやっぱデニムってベルトしなきゃって感じはするんですけど、そうですね、これもまたこのサイズアジャスターをキュッと絞るだけでベルトいらないっていう、イージーパンツみたいな感じ、革新的っすよね、はい、めちゃめちゃ楽ですね。こう履いてピッと引っ張るだけで履けちゃうの でシルエットはやっぱりワイドテーパードで、まあ何でも合わせやすいような一本になっています。今更なんですけど参考でとも結局 GH バスで合わせちゃったって、はい、結構テイストは違ったんですけれども、この靴だと何でもいけますよね。そうですね、着てみてびっくりです。そうです、僕もなんかテック系とかにも合わせちゃったりしたんで、はい、これもやっぱ結構名作っすね本当に、はい、大人気の理由がちょっと分かりましたね。そうですね、はい、うん、以上で僕のコーディネートの紹介は終わりとなります。あれ分かりづらいけど何かやってますね。また富田さんの説明を受けてたらちょっと僕も履きたくなってしまって、今回 あのコーディネート的にもなんかスウェードの方が何か確かに合うかなと思ってちょっと履いてみました。馴染みいいっすね、はい、スウェードもなんか季節感もスウェードの方が秋冬っぽい感じなので、うん、ちょっと履きたくなって。結構雨とかそういう水分はスウェードの方が強いので、うん、出入れも楽ですし、まあ、そういった面でスウェードを選ぶ方もいらっしゃいますし、はい、まあ、逆にちょっとエイジングというか、うん、味が出てくのが特徴なのはやっぱスムースレザーですかね、うん、2足買っちゃってもいいのかなってぐらいいいかもしれないですね。このシューズはどっちもいいですよね、うん、はい、以上でコーディネートの紹介は終了なんですが、稲村さんどうでした、ミュージアムの別注。僕なりにうまく別注を紹介できたかなとは思います。まあでも本当皆さん結構
インラインのものと比べて別注いいねって言っていただけることがすごく多くて、自信を持っておすすめできる別注たちだなと思いました。今回20代アラフォーのコーディネート紹介が参考になったと思われる方はチャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。